今のはいい感じだね。シズナさん、負けられないわね。アクション開始。お粗末様でした。相変わらずの腕ね、シズナ。ホローコマスタロス、レベルアップです。群れてるね。片付けるかい。頑張ります。助ける。お粗末様でした。シズナさん、負けられないわね。敵の集団、厄介ですね。強敵ね。気合を入れてますね。チャージャーランプが使えるぞ。負けられない。ジャッキー、ジャッキー、ここだ。ジュディスさん、いいチャンス。ジュディスさん、ジュッ、トワイライトキス、決め
めなさい、シズナ。シャドウブーストの効果。甘い。私が相手です。おまけよ、勝機。シャドウブーストの命令解放。この調子でいきましょう。リレーストーン光、勝ち切る。許さないわよ。ここだ。うん、いい感じだね。シャードブーストの攻撃だ。やっちゃいなさい。これで一安心ですね。いいね、アリアス。見つけた。クリオの気配が強くなってきた。この先に例の記念樹がある。気を引き締めていくぞ。はい、止めてみせます。ポーレットさんたちのためにも。ここで休めそうね。
張りますね。私の自信作です。どういうつもりですか、先輩。だから僕は何も。どの口が言う。貴様のせいでポーレットが、夢が。そこまでだ、マクシム。彼を解放しなさい。もう来たのか。だがそれは無理な相談だ。僕は必ず目的を達成する。ち、気を失ったか。ポーレットさんとユメちゃん、お二人に関係のあることなんですよね。ですが一体何が。そもそも俺たちが力になれる可能性はないのかよ。この場所でタイムカプセルを掘り出す手伝いをした時のようにな。確かに君たちには明かしておくのが筋かもしれないな。依頼を出したのは4ヶ月ほど前だったが、あの時は僕も何も知らなかった。タイムカプセルの中からトーレットの写真が出てきて、最初からモンマルトにいたってオチだったな。ああ、本当に驚いたよ。内心恐れていたが、彼女に新しい恋人がいたことも含めてね。え？なるほど、そう書き換わってたか。そのお相手はもしや。ああ、君たちも一緒に確認しただろう。そこにいるアスランさん。そういう筋書きか。だとしてもどうしてここまで。もちろんショックだったが、すぐに仕方ないと諦めたよ。当然だ、そもそも悪いのはかつて調子に乗っていた僕なんだから。それにアスランは僕から見ても本当によくできた後輩で、だから二人のことを温かく見守ろうって、そう覚悟を決めていたのに。あろうことか、こいつは、この男は陰でポーレットに分からないように暴力を振るっていたんだ。え？いわゆる DV ってやつね。って、これもねじ曲げられた事実なんだろうけど。ああ、やけにリアリティのある話だがな。しかもアスランの背後には中東系マフィアがいるらしくてね。誰かに相談すれば命の保証はできない、そんな風に脅されていたって言うんだ。中東系マフィアか。やれやれ、随分と凝った設定のようだな。だから僕は決心したんだ。フォーレットを救うためならこの手をいくらでも汚そう。そのためなら自らの命なんて惜しくないと。これがポーレットに迷惑をかけた僕の、僕にできるせめてもの罪滅ぼしなんだ。もしも君たちが僕の力になってくれるというのなら、ここで僕がアスランを殺すことを止めないでくれ。そんなことさせるわけがないでしょ。ならば覚悟してもらおう。戦闘力
高位幻獣クラスか。それにしてもこの姿は。ハンマカの前後で出現していた高位悪魔と同じ。アシェンの時もヌエを呼び出しやがったが。電子反応増大ですが、この情報は。うん、どうやら彼自身の霊視情報と一致しているみたいだ。すると、この悪魔はマクシムさんの井戸から生まれた存在。秘めたる情熱ってやつか。なかなか期待できそうだ。ったく、マジで骨が折れそうだぜ。